はい、お待たせいたしました。本日はご出席いただきまして誠にありがとうございます。ただいまからですね、信州の歴史的町並みフォーラム2020信州松代を 開催いたします。本日の司会を務めさせていただきます NPO 法人夢空間、松代の町と心を育てる会の三田と申します。よろしくお願いいたします。開会にあたりましてですね、信州の歴史的町並みネットワークの藤原義則代表より開会のご挨拶をさせていただきます。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。台風でどうなるかと思ったんですけども、皆さんのご来が良かったためにですね、雨がないですね、ほっとしております。本日は信州町並みネットワークの第1回のフォーラムに多数参加していただきましてありがとうございます。このフォーラムを行うについてですね、実は町並みネットワークそのものの発足にはですね、本日おいでいただいております大田副知事さんがですね、一生懸命尽力していただきまして発足できたことを改めて御礼申し上げます。ありがとうございました。なお本日やくやく松本から足を運んでいただきましてですね、ありがとうございます。町並み のですねネットワークを作るということは、それぞれ同じ思いの人たちがですね、情報を共有して、で自分たちの町を良くするという思いがあるわけです。そんなことを思いながらですね、今日のフォーラムが成功裏に終わることを記念しまして、簡単ですけども私の挨拶としていたします。どうもありがとうございます。はい、次に、開催地であります NPO 法人夢空間松代の町と心を育てる会、海馬理事長に歓迎のご挨拶をお願いいたします。皆さんこんにちは。ようこそ松代へおいでくださいまして本当にありがとうございます。実は今日明日とですね、佐原十万石祭りをやる予定だったんですけど、コロナの関係で、ちょっと今年はできなかったということで、本来ですが小諸でやるところの信州町並みネットワークのフォーラムが来年延びたということで、急遽秋祭りというものをですね、松代で開催することになりまして、その中の一環としましてこのフォーラムを位置づけて開催するのだったと思います。準備不足の部分も多々あろうかと思いますけど、皆さん松代のことをですね、十分認識していただきながら、また訪れていただければ嬉しいなと、そんなふうに思っていますので、どうぞよろしくお願いします。本日は誠にありがとうございます。はい、本日はですね、ご来賓としてですね、長野県副知事太田豊様、それから長野市文化財課の小柳、君彦様に、ご挨拶をお願いしてございますので、はじめにですね、太田、豊か、長野県副知事様にご挨拶をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。今ご紹介いただきました知事は今総太でございます。ちょっと先ほど藤原代表の方からちょっと過分の褒めの言葉をいただいたんですが、私がこの今回の歴史の町並みフォーラムに関わった、もともとは私が基礎町というふうにした時に妻の皆さんと知り合いになって、全国町並みゼミ一昨年この松代でも開かれましたけども、それにも2回参加させていただきまして、その後同じく妻子で開かれました北信越の五六大会、それともパネラで出席して、そういうことがありましたね。で、一昨年のこの松代で盛大に開かれました全国町並みの後、先ほどご挨拶されました加山さんとのご相談の中で、やはり長野県の中で歴史的な町並みを生かして町づくりをしよう、地域を盛り立てようという皆さんが多い中で、やはり横の連帯が必要だというふうに申し上げまして、大変なご苦労となりまして、このような町並みネットワークができたわけでございます。先ほど藤原代表がおっしゃったように、いろいろなところで皆さんが歴史的な景観を守るためにご苦労されておりまして、そういう意味ではそういった時に必ず課題があったり悩みがあったり、あるいは僕も言うんですが行政の無理解があったりして大変だと思うんですよね。そ
それでも余分のネットワークで深めることによって乗り越えられるヒントがあるんじゃないか、あるいは連帯して何かができるんじゃないかということがやっぱりこういうネットワーク作りの根本だと考えております。かつて広島県の友の浦、あそこにですねちょっと変な開発な、僕に言うより申し訳ないんですが、仕事したときに全国町並みゼミで皆さんで署名運動をやりました。全国的に友の浦の無謀な開発を止めるというのが決まりました。そういう意味で言うと皆さんみたいなそれぞれの立場で歴史的な経過を守ろうとしている皆さんが連帯することによって、行政を動かす、世論を動かす、そういうふうにいくとそれが非常に大切だということがよく分かると思います。こういった運動というのはやはり一つにはですね経済的な支えがないと難しいと思っております。例えば、行政からの補助金でもいいんですが、何か自分たちで自主財源を確保することができれば本当にいいと思っています。それから先ほど行政の悪口を僕が言っちゃいけないんですが言いましたけど、どこかで行政が低いことをすることによって結構、細かな手続きとかですね、補助金の出し方とかですね、なかなか難しい話がうまくいくんで、別に首長さんまでいかなくてもいいんで担当の方をぜひ巻き込んで、行政を動かす力にしていただきたいというのも私は40年から役にやっておりますけど、その経験から申し上げますと、そういうことだと思っております。幸いにして長野市の場合は今日公認課長おめでございますが、彼とオリンピックの組織委員会で5年間一緒に仕事してもう30年間付き合っておりますけど、理解のある方なんで長野市の方は彼でいいですし、長野県のことはもう難しかったら直接どこどこ行ってくれば何とかしますので、いろんな意味で結構実はさっき図書の写真集見ましたけど、あれも裏を見ると元気づくり支援金という県の補助金を使っております。それ、割と簡単って申し上げますけど広めに使える補助金を持っておりますので、そういったことなかなか情報がないんですね。だから行政の方を巻き込むことができますので、ぜひやっていただきます。そして何よりその景観を守るとか、あるいは地域の活性化、究極的には何かというと、そこに住んでいる人たちがその住んでいることにプライドを持てるということだと思っております。先ほどの藤原代表松本からと言われて、実は僕安曇野に住んでおりまして、今日馬場さんとか東北さんとかおめでとうございますけど、安曇野も、歴史的経験というか、なんていうんですかね、屋敷林みたいな話とか古い、大きな民家とかそういったものの保存をやっておりますけれども、それは皆さんそれぞれの立場で城下町であり宿場町であり温泉町であり様々な温泉町の傾向でございます。そういったところを自分たちの資源というのをもう一回生かしてですね、そこに住んでいる人たちが誇りを持つ町づくりをするということが歴史的景観を守る最終的な目的だという感じになっています。そういうふうに言いまして、この第1回の町並み崩落がこのように政権に参加できたということはですね、藤原代表ですとか先ほどご挨拶されました地元の加山さんとか、あるいは事務局の三田さんとかですね、そういった皆さんの力によるものだと思っています。で、今日第1回でございますが、これも今後継続的にですね、ぜひ開いていただいて、総務の情報、そして信頼のネットワークを作っていただくことを記念いたします。本日のこのフォーラムが皆様にとりまして有効であり、そしてまたそれが将来の皆様の活動につながることを記念いたしまして、簡単でございますが、挨拶をさせていきます。本日はおめでとうございます。はい、ありがとうございました。ちょっと皆さんに連絡でんですが、皆さんお持ちの袋の中にこういったプログラムが入ってございますので、これをちょっと見ていただければなというふうに思います。プログラムの中のね、10ページに今日の午後の部の大会から始まった時間帯書いてございますので、ちょっとご覧いただければなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。そうしましたら続きましてですね、小柳、君彦様のご挨拶一つよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。ご紹介いただきました長野市教育委員会文化財課長の小柳でございます。本日は信州の歴史的町並みフォーラム2021信州松代ということで、おめでとうございます。県内各地から足元の悪い中お集まりいただきまして、地元代表にいたしまして一言ご挨拶申し上げたいと思います。まず先ほどですね、皆さん、一部の方ですけれども町歩きをしていただいて、見ていただいた通り松代はですね大変歴史の
的建物の非常に深い、たくさんある、ところでございます。長野市内のでもですね、指定文化財、特に建物の指定文化財が一番多くてですね、当然見ることが非常に、楽しみにして来ていただく方、そしてそれぞれの文化財が非常に近い距離にあるのですから、歩いては歩ける街ということで、全国各地からおいでいただいております。昨年皆さんご記憶の通り、長野市がですね、災害がございまして、長野町を中心に、大きな災害になったわけなんですけど、こちらの松代もですね、支流の氾濫がございまして、まだ復旧中のところがただ残っております。そんな中でですね、先ほど、言っていただきました松代ブーブー学校なんですけれども、165年前に、松代にできたわけです。でこれがですね、全国の中で見ると同じ場所にほぼ同じものが残っているというのは、ビデオの中でもご案内した通り、松代だけでございます。最後にですね、外覧製造を見た方はお分かりになったと思うんですけれども、親子でですね、もう来る姿が映っておりますけど、あれは別にやらせではなくてですね、実際に松代小学校の子どもたちは入学式と卒業式はあの門をくぐるというのが恒例になっています。これはずっと続いています。そしてですね、先日10月1日にリニューアルオープンしたんですけれども、もう、50年ほど前に、卒業したという、ご婦人がおいでになりました。その当時の、写真をお持ちになった、ここはこんなふうになってるのねということで歩いていらっしゃいました。お聞きするとですね、本当に何十年ぶりに来たということで、当時のまま残ってるねと。ただまあ若干その時まだ小学校で使った部分もありますので、当時とは様子がだいぶ変わっているかなとは思います。ただ、地元ここから巣立った子どもたちの心の中には、この門がですね、ずっと焼き付いていたい、懐かしいなと、ふるさとを大事にしたいという思いはひしひしと感じてきました。まあそういうことですね、町並みを守るというのは、そういった人たちが守りたいという気持ちを持ってですね、取り組む、そしてそれをちゃんと後世に伝える、また新しい子どもたちにそれが伝わるというのが大事になっているのかなというふうに思っております。まあ市としてもですね、いろいろ補助金は作っておりますけれども、そもそもここの町城についてはですね、町を決めてその町並みを残すということで補助金を作っております。なかなかそれはですね、住んでいる住民の皆さん、それから市民の皆さんのご理解を得て作っているわけですが、なかなか財政も厳しい中でですね、私たちも頑張っておりますけれども、先ほど太田副知事の方からありましたけれども、やはり相談していただければ何が使えるものがあるという、ご提案ができるのかなというふうに思っておりますので、今後ともですね、いい関係を保っていきたいなと思います。いずれにしましても、本日、午後ですね、もう雨もやめましたし、いろんなご意見が出てくるかなと思いますけれども、有意な一日となりますよう記念しまして、簡単でございますがご挨拶させていただきます。ありがとうございます。おめでとうございます。はい、ありがとうございました。これにてですね、開会セレモニーは閉会といたします。今ちょっと片付けるようにいたしますので、ちょっとお待ちください。